具なしおにぎり 300g とプロテインでございます。いただきます。ガスパーラ使っていいのか分かんないから一応持ってきたけど、すみません、いつも筋トレで中に飲んでるドリンクを、はい、今プロテインで入れました。ポカリの粉とかいろいろ BCA とかいろいろ入ってるやつです。水あるんですけどめんどくさいんで、色が変なのすみません。いいわ、広いし、ね、レストランとかあるしね、眺めもいいし、全然1時間ぐらい超えちゃうしね、家で休憩できるスペースはあるし、テントあってちょっと思いますけど、ね、いいよここ、ほとんどの人が車で来てるんだろうね。あ、いただきます、今忘れた、いただきます。卵取りそぼろ、忘れた。広いわ、広い。ちなみにこんな景色です。私が見てるのはいいですね。海見えて左に、うん、あるし、グザシャ。さあ、駒山行きましょうか。千元山、駒山行って、おいしい。行きましょう。休憩。うえ。千元山、駒山の方、次の場所に。時刻は13時50分ですね。2、30分休憩したのかな。急に登るね。よいしょ。よいしょ。こんなのございました。最近のコースがいい。もう一つ宣言やもん。こう行って、こうかな。あ、これが着きました。宣言山です。こういう感じですよ、宣言山。宣言山、標高 181.3m でございます。宣言山、山頂はこんな感じです。はい。ベンチも。なるほどね。これが浅間山、浅間神社。こんな感じでした。こっから駒山に行く感じですかね。駒山まで 0.9 キロですね。900メートル。はい。よっしゃ。こんにちは。駒山県民の森案内図とか、ベンチもあります。よし、あと 0.4 ってことか。結構早く着きそうですね。はい、駒山まで 0.2 ですね。はい。お、通行の危険の通行の
ここはいいんだよね。あ、倒木してんだ。これ行っていいんだよな。よし、白、ゴツゴツしてるところに来たね。お前あんま行くのに。これです。これが駒山です。はい、駒山標高167.3メートルでございます。駒と弱高なんか書いてます。駒山山頂の景色でございます。ベンチもあって、はい、開けてます。何かこう眺望が見える感じではないですね。はい、こんな感じなんで。はい、あれ終わっちゃった。まあ湘南平がメインですので、それはそれでいいんですが、終わっちゃったの。大磯駅行きます。終わっちゃったっす。宣言山行って、駒山来ちゃったんで、もうないですよね。うん。はい。ああ。行動って書いてますね。これもあの下のルートしかね、ちょっと一回そこまで行ってみよう。ああ、これやっぱそうですね。倒木あり通れません。迂回路。左。左が行けんだ。東天省。右行ったら東天省とありますね。当店所を通って帰ればいいのかな。じゃあこっちです。よし、倒木割りとか怖いですね。確かに危ないんだけど、あとは大磯駅に向かうだけですね。よいしょ、いや、すごい草とかもすごい倒れてるから風が強い場所なのかな。ここはタブ虫が、もう通行止めです。パッパッ虫が、よいしょ、よいしょ、よいしょ。東天省から大井石に帰るんだ。言うともうこう真っ直ぐみたいな、すぐもう家見えるんですけどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、来ました。あ、東天省来ました。135メートル。そういうこと、山だったんだ。東天省です。これが東天省から見える景色です。東天省です。ここは、はい、行きましょう。東天省終わりました。障害学習か、まあ、下っていきましょう。あ、痛い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 。あんまりないけどね、この感じ。いや、すごいな、ここ。ここの下り。これ、登ってくの大変だぞ、これ。これは登り大変だぞ。明るくなったぞ。
ベンチはこっからも見える景色がない。ちょっとボロボロで分かりづらいけど、いろいろ大平山とかね、平山とかここから見えると、こんな感じで見えますって言ったんですね。三浦半島、房総半島があるんですけど、よいしょよいしょよいしょ、謎の駐車場、障害学習館かな。ここはどこなんでしょう。あ、あったあった、ここです、ここです。ここから大磯駅に歩いていきたいと思います。あ、障害学習館でしたね。あの、先にあります。はい、ちなみにここから大磯駅は歩いて28分です。はい、大磯駅着きました。よし、はい、今大磯駅に着きまして、あの当初の最初に撮影した場所に戻ってきました。時刻が15時15分、大体3時間ぐらいですかね。で駅出発して駅に戻ってきた感じですかね。はい、どうでしたか。湘南ダイラおじさんの低山ハイキング、歩きやすかったですね。すみません、毎回同じことしか言ってない、毎回歩きやすいしか言ってないけど、歩きやすいんだもん、仕方ない。なんなら一番最初の坂道が一番しんどかったね。あとは別に歩きやすかったですし、湘南平はね、景色良かったですしね、100何メートルだけど、すげえ景色良かったし、山頂広くてね、ゆっくり行きますし、良かったですね。途中ね、最後、下山の時だけ、倒木あって、よく分かんないところに行きましたけど、まあ、全然楽勝で持ってこれたんで、良かったです。はい、とってもいい運動になりました。これも同じことだね。これも毎回同じこと言ってるね。ああ、しょうがない。そうやってとってもいい運動だったの。3時間でこれだから。ああ、いい運動ですよ。よかったら、大磯に行く機会がありましたら、はい、ぜひ皆さん、低山ハイキング、湘南ダイブの方、触れてみてください。その感じで、皆様、本日も、こんな、わけのわからないおじさんの、低山ハイキングにお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは、皆様、また、動画に登った際は、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆様、またねー。大磯に、男の中のとこ出てこいや。東天省から、大磯駅に帰るのか。あ、言っても、もう、こう真っ直ぐみたいな、すぐ、もう家見えるんですけどね。ただこの迂回路、そして人が誰もいないからさ、合ってんのかな。よいしょ、まあ間違ってないんでしょうけどね、まあとりあえず当店長、何当店長って何だ当店長って。いや、進むと電車に進まって進まって、